朝一ですけど、うん、ラムチャです、ラムチャ。ラムチャですね。スープがめちゃうまいです。これを持って、ワゴンを自分で取りに行ってきたいです。うまい。なんだろう、これはこの方式で注文じゃなくてこうやって取っていく方式です。すごい。ここら辺ね、本当は全然人がいないですけど、もう音を立てないとか関係ないですね。ガッチャガチャですけど、すっごい段ボールを持っていってこちらで、傘の修理みたいですね、これ。すごいな。あと2日、あと2日で日本に帰ります。お、いい感じのライティングができました。ピークですね。こんな感じで上がいい、良さそう。今日の一本なんですけどね、わかるかな、こんなんで。プロクシのメガネです。このライト、プロクシのメガネなんです。ですね、カーブが結構あるんですよね。カーブあるんですけど、このね、ティアドロップっぽい形がねすごい素敵なんですけど、色を入れてもいいと思うんですよね。この形すごい。夜この生地の綺麗さ分かりますかね。分かんないですよね、普通ね。こんな風に普通メガネの紹介しませんからね。まあでも夜の夜景の下で撮るとこんな感じ。プロクシのメガネです。いい具合なんですけどね。このラウンド具合わかりますかね。プロクシドイツ製です。香港の夜景をバックにこのライティングでやってます。このライティングだけこちらでした。プロクシのメガネです。どうも。